大船神社は、岐阜県江那市の上谷萩町の標高1,060メートルの大船山にある神社。元は勝竹山大船寺という寺院で、天平法寺年間東大寺の両弁僧正が大船山に草案を結び、聖徳太子の作といわれる旧聖観音菩薩を安置したのが始まりとする。現在は延長寺、一万三寺が交代で秘物として保管している。 天朝年間、小野高村が、東山道沈武士として、関東方面へ下校の都市この地に本土を呼び、宝塔を建てる。縁起三年第五次の消防が東潤した際に、弟子の有犬が別刀となり、三門を建て、自ら濃した、金剛力士像を安置し、密法を監修し始めて、大船寺と命名し、直資金防額を挙げた。勇犬は、事務を、 検手の平氏、全二社に加え四社を合志し、六社権限を祀った。両弁は、法商集や、下言集が本義であったが、有権により、主権道と混交した、新言集の密教寺院となった。最盛期には周辺に宿坊が三十件以上、存在したという。文治年間に、源義経が、武蔵坊弁慶を伴い欧州下校の折、 大船寺に立ち寄り願書を納めて祈願し、弁慶は杉の小枝を指して祈りを捧げたと伝えられる。なお、大船神社の神井の傍らに大きな杉があるが、その一つを弁慶杉といい岐阜県指定天然記念物に指定されている。天正2年、武田勝頼による東美の信仰の戦乱で建物はすべて怪人に返した。慶長以降に、 山の下に移し観音堂と六社を再興したとも、優雅、漢文十一年間大創図、明美、岩村藩主庭師順の援護を受け十年余りの、歳月をかけ本堂、奥院、二王門等を新造に近い大改造を行った。安政三年新州諏訪軍の宮大工の立川四郎三大宮中により大改造が行われ大船山大権現本社という神社建築となり、 本殿の内正面上部には三体の陶獅師と波の彫刻とボタンを加える陶獅師などが彫られ、脇障子には右に麒麟、左に雲の中の鳳凰などが写実的に表現され現在に残っている。明治維新後に神仏混交が禁止されたため、大船寺は廃されて大船神社となった。明治三十五年の早春に失火により、三門惜しくも消失した。 拝殿は、明治末期に、名古屋の宮大区の名校伊藤平左衛門により竣工され小倉武器であった屋根を、銅板武器とした。上矢萩町の中心部から、大船神社に至る、約6キロメートルの尾根ずいの山道には両側に、江戸時代に植樹された赤松の並木が延々と、続いている。総数は350本以上を数える。根元の幹の周囲にから3メートル。 目通り幹の周囲、約2メートルのものが多い。岩村藩主は大船寺に対する信仰が厚く、その参詣の際の日よけのために植えたものだと伝えられている。昭和34年に岐阜県指定天然記念物となり、昭和58年には日本名称百選に選ばれた。ありがとうございます。